パでトイレでもうグローブはめて音楽ずっと聴いてるの。トイレのなんかまあそうなんだ。そう金的ガードはめちゃうとさ、もうあ、はいはい、もう結んでたら、うん、トイレできないの。だから一応俺は10分ぐらいその本当ギリギリまで大きい便ライベントまで、うん、出ないんだけど、もう音楽聴きながら試合前に聴くリストっていうのがあるんだけど。あるんだ。あります。はい、それを聴きながら瞑想してるわけだ。瞑想してるのね。そうで そこでその曲を今日ちょっとね試合前っていうことで一緒に歌ってみようじゃないかっていう。あ、そういうことか。試合前に聴く曲縛りか。そう歌う曲は。そう。ああなるほどね。まあそれプラスであとやっぱこの試合前に聴く曲紹介にもちょっと聴いてるかな。どんな曲を聴いてるか聴いてるかっていうところで、まあ、その曲を今日、まあ、披露しようかなと。お皆さんにね。いいですね。はい、という企画でございます。おー、これ新しいんだな。新しいですかね。なんかさ、普通だったら100点取れるまで帰れませんとかだけどさ、はいはい、普通に曲、聴いてる曲を歌いながら紹介するんだよ。そうだからやっぱ、一緒にこう試合前味わってほしいな。あ、じゃあ俺の1試合ぐらい前に、俺の試合番が来たら、あ、多分今、たっちゃんこの歌聴いてんだろう。おー、なるほどね。あー、この歌聴いて集中してんだろうな。じゃあ、歌っていきますか。歌っていきますよ。1曲目。はい。曲を、どんな感じの曲ですか。曲ですか。はい、まあちょっと昔の曲になるんですけど、おお、リンダリンダ。リンダリンダ。はい。なんでこの曲はこう聴こうと思ったの。元気くん、元気くんっていうのはリンダリンダ。もうちっちゃい時からカラオケ撮って。はいはいはい。まあ元気くんっていうのはね、もう達也会のもう皆さん知ってると思うんですけど、会長ですよ。達也会会長ね。はい。がそれを聴くとすごいなんかね、もう昔からこう歌ってくるから、うん、パワーをもらえて。もうリンクも思い出すんだ。まあそうだ、リンクも思い出すし、こう達也会とかこうリンクもいろいろこうやってくれてるわけだ、うん、そういうリンクを思い出すプラスもう全員のことをこうなんか達也会を、ね、お思い出す曲というか。じゃあ、はい、リンダリンダ、リンダリンダでお願いします。いただきます。動物ネズミみたいに美しくなり写真には映らない美しさがあるから、リナ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 星を僕がいつか君と出会い話し合うなら、そんな時はどうか愛の意味を知ってください。リナ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 。だけ持つリナ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 。いい曲ですね、これ。これはあのテンション上がるでしょ。テンション上がるね。これ聴くじゃん、試合前に、はい、それってさ、試合前って気持ちを上げるためなのか落ち着かせるためなのか。俺はこれを聴くときは上げるためだ。あ、上げるんだ。そう、まあ、上げるというか、なんかやっぱこうなんて言うんだろうな、楽しくなるさせるため。おー、なるほどね。ワクワクさせるため。おとか、まあこれはやっぱ思いがあるからね、その、まあ、元気になってこの夏会のことの思いがある曲だから集中するというか、あと試合前に読む言葉っていうのを俺メモしてて、それを見ながらこうやって読むんだけど。おお、すごいことやってるね。そうなんですよ。だからもう覚悟を決める。やっぱ本当にやられるかやられないか、死ぬか、まあ汚いことだけどさ、生きるか死ぬかじゃん。まあそうだね。そうだからもうなんかもう覚悟を決めていくんだよ。ああ、はいはいはい、はい。思ってる文章とか試合前に読むことってリストを作ってる。
で、うん、そう俺は強いとか、なんかみんながいるから負けるわけない、俺はここまでやってきた、俺が誰も負けるわけないとか、そういう言葉とかいろんな言葉が書いてあるけど、それを読みながらさ、それは毎回同じ、あの、基本一緒だから、この試合前に思うことをどんどん書き尽くしていくから、どんどんやっぱ更新はされていく、あ、増えてくる、だからもう今もめっちゃ量あるけど、この言葉好きってちょっと1個紹介、これをちょっと1個紹介したいなっていう、もう1回やりますからね。いや多すぎ、逆にこれ読み切れんの試合前に、でもまあ目を通す、ああまあ多分読み切るよ上から。ちょっとね、打ってきた親に言われたことがあって、おタイトルマッチかなんかの時にメッセージをもらったの、うん、その時になんか打ってきたことがあって、それをメモにして試合前に読む、うなんか打ってから、あ、売るやってるんだよ、あ、お願いします、母親から来ました、お母さんからの言葉です、達也がスーパースターになろうね、小さい時から言っとったよ、スーパースターになりたいって親から言ってた、ちっちゃい時からスーパースターになりたい、それは言ってたらしくて、はいはいはい、そう、その言葉をこう買ってスーパースターっていう、まあ、だってやっぱお母さんからってのがいいよね、そう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 、次の曲、はい、いきますか、言いましょう、じゃあ次の曲をまず曲名を、次の曲は大事マンブラザーズのそれが大事です、おお、これもちょっと古いね、古いね、古いですけど若い人たち知ってるかな、これは俺もうねデビュー当時からずっとこれは絶対聴く、あ、そうなんだ、そう、あ、いいね、負けないこと、投げ出せないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、誰に何そんな時それが一番大事、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいいよ、それを忘れなければ、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいいよ、それを忘れなきゃならない、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事、まだ行くよ、はい、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事、はい、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいいよ、それを忘れなければ、まだまだ言うよ、はい、はいね、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいいよ、それを忘れなければ、はい、言うでしょ、そうだね、これがね、本当にめちゃくちゃ俺には勇気づけられる、それがいいんだ、それがいい、やっぱこれ試合前って、まあ、正直もちろん自信に満ち溢れてるけどさ、やっぱ、うん、やっぱ怖いじゃん、もう本当に、まあね、戦いに行くって正直本当に怖いことだから、うん、その時にやっぱこう押すそうな時あるんじゃない、
もう試合の時だけじゃなくて練習前とかも普段の生活の時もなんかやっぱこう自信がない時もあるしきつい時もあるから ね。そんな時にこうこの歌をよく聴くんだけど、次ぐらい最後の曲にしますか。そうですね、普段は実際何曲ぐらい結構ある、まあ、でも4曲5曲ぐらいかな。あーなるほど、ね、でもどっちかというとリピーターがあるかも。こう今ちょっとこれを聴くとか、あーなるほどね、迎え聴くとか、あーしっくり入るっていうまで、はいはい、みんなで迎え聴くとか、リピーターリピートね、リピーター。次の曲、そうですね、次の曲はちょっとラストにしたいなと。おー、はい、じゃあまず曲名をゆずさんで、お英語のかけです。おー、まあこれはね、もうこれはね、よくタケルと歌ってたりしてるね。あーそうだね、これでもそう、タケルと歌う時も俺は入れてって言えるんだけど、歌ってもらえますか。歌いましょう、一緒に歌ってくれ最後に。あ、これじゃあ2人だもんね、2人ですから。そうですね、はい、じゃあこれ歌いますか、一緒に歌いましょう、一緒に、はい、でもメイン的には立つよ、歌って。そうですね、うん、これ歌詞がね、本当に好きでね、イントロがすごい、いい、イントロもいいよね。涙があった人知らず流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい、栄光の駆け出しへと。誰にも見せない涙があった人知らず泣かした涙があった。いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進む曲も一緒に歌ってないけど、確かに2人のやつ見たいって時は、まあ、6月18日のライブに来てもらえたら見れますよという。そうですね、達也、はい、の、はい、まあ、よく聴く曲を歌ってもらいましたけど、よく聴くというか、まあ、試合前に聴く、あ、そう、試合前に聴くね、試合前に聴く歌を。やっぱこう今歌っててさ、思い出す、その時のなんか、いや、もちろん思い出す、やっぱ思い出す。だから俺ね、あんまりそうだ、試合前に聴く曲は試合前まで聴かない、自信がなくてとか、うん、なんか時は聞くけど、あんまり聞くと、普段から聞くとちょっとなんかこうアドレナリンが出ちゃって、あーなるほど、なんか試合前を思い出してちょっと嫌になっちゃう、なんか入場曲とか聞きたくなるっていうシーンない。そうそうそう、それなんだ。あ、そういう感じ。
あー、そういう感じなんだ。そう、そんな感じで入場曲も、あの、もうギリギリと聴くし、あー、聴くね。辻谷さんの歌もこう、聴くし、他にもいろいろあるんですけど。で、まあ、ちょっと最後に、俺から、達也に、今日多分一回歌ってないんで、ほんまに。確かに、一緒に歌ってて歌ってない。そう、達也に、はい、まあ、達也のこう、もうすぐ試合だから、それにぴったりな歌詞の曲をね、はい、あって、ちょっと歌いたいなと。マジですか？プレゼントっていう言い方もおかしい、これ曲じゃないから、あれだけど。まあ、これ曲で歌ってくれるってわけですね。そうそうそう。歌詞がすごいって、はい。僕、そういうの好きですよ。まあ、好き。サプライズ好き。あのね、歌詞に注目して、歌詞に注目して、聴いてほしいんだけど、ますね、まあ、その頑張ってる人に向けての曲で、はい、ベイリー・グッドマンさんの、はい、ライオンという曲。おー。知ってます？知ってますよ。知ってんの？聞いたことあります。あ、聞いたことある。でも多分、はっきりとは聞いたいんで。あ、なるほど。負けない気持ちがあるから、また君の力になれる。戦う気持ちは雲突き抜け、今日もまた日が昇る。つらい日々を物語る。あと少しはこのまま歩けるから、心強くあれと濡れても踏み出せる。そんな自分を誇りに思え。たてがみなりかせないかないお、ただがむしゃらに今前に前に。孤独な戦い終わりはない、でも諦めなければ終わりじゃない。雨に打たれても風に乗り、また雪に足取られ転んでも、夏の太陽の日を浴びてここでは終われないと走り出す。どんな困難も立ち向かう。負けない気持ちがあるから、また君の力になれる。戦う気持ちは雲突き抜け、今日もまた日が昇る。誰だって時につまずいて立ち上がって、ああもうダメだって、もだとったらすでに2回戦が始まって。 Try again、 絶対に負けないで、今の自分には負けないで、その信念を負けないで。 One for all, all for one。 今はこれ以上戦えない、もう無理を事件付き、部屋でうずくまる。感じることと体温、涙がこぼれるのはなぜ。幸せを願ってるから、また君の力になれる。明日も君のために戦う自分になる。Try again、 誰だって時につまずいて立ち上がって、あもうダメだって、もだとっからすでに2回戦が始まって。 Try again。 いいところで、ちょっと待って、あ、いいところで切れましたね。いいところでバッテリーが切れた、はいはい。まあ、でもね、僕はね、ちゃんと伝わったんで。あ、本当ですか。はい、あ、僕ならなればよかった。伝わりましたんで。いや、なればよかったですけど、まあ、こんな感じで、はい、まあ、試合も頑張ってもらって、はい、そうなんですよね、はい、僕 の、 あの試合前に聴く、まあ、曲をちょっとね紹介したいなということで、はい、この企画を撮りました。はい、はい、まあ、これでも結構あれじゃないですか、みんな、あ、そうなんだっていう人もいるしさ、意外とか、ね、中には知らないね、まあ、知らない若い子だったら。そっか、これを機にね聴いてほしいですね。そうだね、知らなかったらこの曲、俺のまあ、今日紹介した3つ、まあ、6月その18日あの ライブあるし、私たちは6月3日試合あるから、そのね、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。まあ、最後になるんですけど、はい、この T シャツ U グランドの、ね、最新新作になります、ね、新作になります、はい、近日発売になるということで、はい、概要欄にホームページもあるんで、ぜひチェックしてみてください、はい、お願いします。これ試合前にね、ちょっと間に合うようにみんなに手元で届けれるようにちょっと、あ、そっかそっか、全力で尽くしてるんで、はい、日本語おかしい。ああ、全力尽くしてるんで。そうだね、はい、皆さんあのこれを着て試合会場に行かれる方は来てもらって、普通にかわいい、はい、来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽい。それではまた次回の動画で、じゃじゃー。
あ、ジラジラか。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。